私、カンナちゃん好きだな。じゃあカンナさん、背中流してあげるわね。うん、ありがとう、サイカは。聞きたいことがあるんだけど。はい。トールたちってさ、なんでそういう姿になったの？やっぱりさ、可愛い姿とか意識して変化してるとか。そうですけど。え？僕が説明するよ。トール君は魔法で肉体を変換した。これはイデアに干渉してトール君という存在の形をドラゴンから人型へと切り替えたものだ。イデア？プラトンのやつだっけ？うん。じゃあつまりトールたちはドラゴンの中でも美形でスタイルがいいから人間の姿でもそう変わる。だからスってことか。その通り。もし私がドラゴンになったらどんな姿かな。ガオー。なんで顔がまんまなの？でも腰痛からは解放されそうでいい。ガオー。それ今あんたが食べたいものだよね。ガオー。帰ろ。